アタリ VCS。北米の家庭用ゲーム市場を没効させ、そして崩壊させた。アタリショックとは、1982年のアメリカ合衆国においての年末商戦を発端と、する家庭用ゲーム機の売上不振、ビデオゲーム、クラッシュオブ1983のことである。この崩壊には、アタリ VCS 以外のゲーム機の家庭用ゲーム市場も、含まれる。 パソコンゲーム市場や欧州や日本など北米以外のゲーム市場は含まれない。北米における家庭用ゲームの売上高は1982年の時点で約32億ドルに達していたが1985年にはわずか1億ドルにまで減少した。北米の家庭用ゲーム市場は崩壊しゲーム機やホビーパソコンを販売していた大手メーカーのいくつかが 破産に追い込まれた。ゲーム史上最大手であった当たり社も崩壊、分割された。この1983年から1985年にかけての北米家庭用ゲーム市場の崩壊をビデオゲームクラッシュオブ1983と呼ぶ。日本では当たりショックと呼ばれる。80年代後半にはヒット作の発売や新型ゲーム機の投入が相次ぎ。 低迷した北米の家庭用ゲーム市場は徐々に回復していった。その背景について、1983年に当時の任天堂社長、山内博士は講演会で新型ゲーム機の出現によるあたり2600のチンプカ、アーケードゲームの劣化移植、サードパーティーが大量に打作を投入したことから消費者がゲーム機に失望。 新しいカートリッジを買う意欲を失ったためと語っている。また、1984年には、ファミコンのサードパーティーに対して、米国ゲーム市場の教訓から、粗悪なソフトが氾濫しないように任天堂の承認を受けたものだけを作るように注文している、と経済誌のインタビューに答えている。また、山内博士は、1986年にも、海外誌において、 サードパーティーによる低品質ゲームソフトの乱発が当たりの市場崩壊を招いたという趣旨でその原因に対する自身の認識を述べている。これは後世まで業界の共通認識となっており2010年当時の任天堂社長である岩田聡氏は粗悪なソフトが蘇生乱造されたことでお客さんからの信頼を失ってしまったと定義している。ここから転じて ハードやジャンルに関わらずゲームソフトの供給過剰や蘇生乱像によりユーザーがゲームに対する興味を急速に失い市場需要及び市場規模が急激に縮大する現象を当たりショックの再来または単に当たりショックと呼ぶこともある。日本では1996年に NHK で放送された新電子立国で取り上げられて広く知られるようになった。 ただし、番組で述べられたように1982年のクリスマス商戦で、いきなり市場が崩壊したわけではなく、以下に示すように1982年から1985年にかけて複雑な経過をたどった。なお、当たりショックという言葉そのものは、米国最大のおもちゃ小売業者、 トイザラスの副社長だったハワード・ムーアの発言として1990年の日経エレクトロニクスに初めて登場した。その後、経済史やゲーム業界本を中心に急速に広まったが、任天堂社長の山内博士が当たりショックという言葉を使っているのが確認されるのは1996年になってからのことである。また、当たりショック後に売れ残った、 大量の不良在庫を埋葬したとされるビデオゲームの墓場が存在するという都市伝説があったが、これは2014年に真実であったことが証明された。1977年にアメリカで当たり社から発売されたテレビゲーム機アたり2600は、それまでゲーム機のハードウェア本体に内蔵されていたゲームソフトのプログラムロムを カートリッジに収めて外部から供給できるようにし、これが爆発的な人気を博した。だが、同ゲーム機のブームは発売開始から5年ほどで終わる。いかに VCS とその関連商品の市場が辿った状況を順を追って示す。初のサードパーティーとしてアクティビシャン設立。名作も多い。当たり者は、 外部からソフトウェアを入れ替えられるあたり VCS を1977年に発売。当初はさっぱり売れなかったが、1980年よりキラーソフトとして、スペースインベーダー、パックマン、バトルゾーンなどの人気ゲームがアーケードゲームから数多く移植され、人気に火がついた。あたり社の上層部と対立して独立した。 ゲーム制作者たちが起こしたアクティビジョン社が1979年に設立され、家庭用ゲーム史上初のサードパーティーとして VCS 用のソフトをリリースした。あたりは当初サードパーティーを認めず、アクティビジョンに対して販売差し止めの裁判を起こしたが、ロイヤリティを支払うことで1982年に和解。サードパーティー製ソフトの制作が合法であると認められ、 それをきっかけに多数のサードパーティーメーカーが参入した。これにより売上はさらに急加速、当たりに対してロイヤリティさえ払えば、基本的にどこの誰でも自由に当たり者に関係なく同期で動作するソフトウェアを開発し、販売することが可能になった。このため、市場には様々なゲームソフトが流通し、様々なゲームメーカーが勃興、多くの人に楽しまれる。 ゲームソフトを発売していったのである。それらゲームソフトを再生するためのゲーム基本体の売り上げも華々しく、出荷台数は最終的に1400万台を超えた。当時、VCS をはじめ各ハードのプログラム仕様などは公開されていなかったが、各サードパーティーは、ファーストパーティーから開発者を引き抜いたり、リバースエンジニアリングなどをして、 ゲームを開発していた。あたり自身も競合ゲーム機である、マテルインテレビジョンの開発者を引き抜いて、雇用していたほどである。北米ではラリーおじさんのパッケージでおなじみの、シリアル食品メーカー、クエーカーオーツが、VCS に参入。しかし1982年頃より、家庭用ゲーム市場の急激な拡大につられて、ゲームを作ったこともないた業種のメーカーが、 VCS のサードパーティーとして参入した。それらのメーカーの雇った開発者は、アタリやア,アクティビジョンなどの開発者とは違ってまともにゲームを作る能力がないことから非常に質の低いソフトまでもが市場に溢れ返った。極端な例として VCS に参入したクエーカーオーツやピュリナなどが知られる。それらのメーカーは低品質ゲームソフトに大きな宣伝を打ち、 家庭用ゲーム市場全体の信用を損なわせた。この当時、当たり者は発売されているゲームの内容は一切把握していなかった。また、ユーザーサイドに立ったゲームレビュー雑誌も対等しておらず、基本的にユーザーは玩具店の店頭でゲームソフトのパッケージから中身の質を推察するしかなかった。こうして、ユーザーは買って自宅の VCS に差し込むまで、 本当に面白いかどうかわからないような状況にまでなり、ユーザーの購買意欲減退を招いた。この一方で、ゲームを製造、販売していた弱小の制作会社が没効と衰退を繰り返し、その激しい新陳代謝の中で、開発企業の倒産、在庫の捨て値処分、市場に、それらが流れて、ゲームソフト低下ラインを崩壊させるといった現象を、 多発させることとなったつまり、倒産流れのソフトが安価に販売されている隣にあって、新作ソフトの販売価格はいかにも高価に移り、ユーザーの買い控えを招いたのである。それに加えて、当たり者が発売したビッグタイトルにも大きな失敗作があった。例えばアーケードの大人気タイトル、パックマンの VCS 移植版は、 良い出来ではなく、映画 ET を題材としたゲームは非常に評判が悪かった。1982年に発売されたこれらのビッグタイトルはそれなりの売り上げがあったものの極端な生産過剰であったため、当たり者にとって大きな損失になっただけでなく、ユーザーの信用を失う結果にもなった。生産過剰の背景には、 1981年10月当時、売り上げの増大に生産が追いつかないことを問題視していたあたりが、各販売代理店に対し翌年分の一括発注を求めたことがある。代理店は、在庫切れを避けるために、大量の水増し発注を行い、あたりはそれをうのみにして、需要予測を誤ったまま生産を行った。そしていざ1982年になると、 発注の多くがキャンセルされてしまい、大量の売れ残りを抱える羽目になったのである。なお、後に、当たりショック最大の先犯にして、クソゲーの象徴ともされることになる。ET は、当たりショック後の1983年9月に14台のトラックに満載されて、ニューメキシコ州アラモゴルド市の砂漠に埋められた、と当時ニューヨークタイムズで報道されている。この、 ビデオゲームの墓場は、当たりショックと、クソゲーの象徴として半ば都市伝説化して後世に語られていたが、2014年4月に、当該の地域で発掘調査が行われ、実際に ET が発掘されたことにより実在したことが確認された。マテル・イン・テレビジョン。他にも多数のゲーム機が存在した。1983年当時、市場には、 あたり2600の他にも、あたり5200、バリー・アストロケード、コレコ・コレコ・ビジョン、コレコ・ジェミニ、エマーソン・アルカディア、フェア・チャイルド・チャンネル・ F、マグナ・ボックス・オデッセイに、マテル・イン・テレビジョン、シアーズ・テレ、ゲームズ・システムズ、タンディ・ビジョン、ベクトレックスなどのゲーム機が存在しており、さらに、オデッセイ3や、あたり7800といった、次世代機も発表されていた。 各ゲーム機は、それぞれが豊富なゲームソフトのライブラリーとサードパーティーを抱えていたが、ソフトのラインナップを埋め合わせるために、蘇生の低品質ゲームソフトが乱発され、供給過剰の状態であった。あたり VCS に限って言うと、発売から6年目に入った VCS はすでに旧世代機になりつつあるとともに、北米で普及しきっており、 ハード的にはこれ以上シェアを伸ばすのは難しかった。すでに市場は飽和しており、北米市場の限られたパイを各ハードで奪い合う状態となっていた。コモドール64。ホビーパソコンのマーケティング戦略はゲーム機のイメージを損なわせた。1970年代後半まではパソコンは主にパソコン専門店において1000米ドル程度の価格で流通していた。 これは2007年時点においては約2500ベイドルに相当する。しかし1970年代終盤1980年代初頭にはカラーグラフィックス機能を持ちサウンド機能も強化されたテレビに接続するタイプのパソコンが登場。このようなパソコンはホームコンピュータと呼ばれあたり400あたり800が初の製品であったがすぐに各社から 競合機種が登場し、販売競争が始まった。激しい価格競争により、低価格化が進み、1982年10月の段階での市場小売価格は、ビッグマイナス20が259.95米ドル、コモドール64が595米ドル、あたり400あたり800が、それぞれ167.95米ドルと649.95米ドル。 Ti-99、Ti 4A が199.95ベードルであった。これらのホームコンピュータは VCS よりも多くのメモリを搭載し、グラフィックやサウンド機能でも VCS を凌駕していたため VCS より高度なゲームが実現できた。加えてワープロや会計処理といったゲーム以外の用途にも使用可能であった。また、 これらのパソコンの多くは、ロムカートリッジによるソフトウェア流通を広く用いていたものの、フロッピーディスクやカセットテープのゲームも流通され、これらのゲームは、ロムカートリッジのゲームに比べて、ずっと容易にコピーできた。ホームコンピュータを販売した各社の中でも、コモドール社は、ゲームユーザーを狙ったマーケティング戦略を取り、広告において、コモドール64の購入の際に、 他のホームコンピュータやゲーム機の下取りを行うことや、大学進学を目指す子供は、ゲーム機より、ホームコンピュータを購入すべき、と謳った。当たり社やマテル社の調査では、この広告戦略により、両社の家庭用ゲーム機のイメージや販売に、大きなダメージがあったことが確認されている。また、コモドール社は、他のホームコンピュータメーカーとは異なり、ホームコンピュータを、 ディスカウントストアやデパート、玩具店など、家庭用ゲーム機と同様の流通ルートで販売した。モステクノロジー社という半導体企業を参加に収め、MOS6500 に CPU をはじめとする、同社製半導体を数多く、コモドール社製、ホームコンピュータに採用するという、垂直統合戦略により、大胆な低価格化が実現できていた。 アタリの市場崩壊が親会社のワーナーをも直撃。経営が悪化したアタリは1984年に分割、売却される。こうして迎えた1982年のクリスマス商戦では、かつてないほどの莫大な数のゲームゲーム機が販売されることとなり、流通、販売側も強気な在庫確保に奔走した。 業界では1982年度のゲーム業界の市場規模は38億ドルに達するとの市場予測で極めて楽観的であった。しかし現実は前述のような状態で北米ゲーム市場を握っていたあたりは自社の極めて楽観的な業績予測を満たせる見込みが12月の時点でなくなったため12月8日 当たりは1982年度の第4半期の業績予測を下方修正。これは投資家に衝撃を与え、当時の当たり社の親会社である、ワーナーコミュニケーションズまで巻き込み、12月8日から翌12月9日にかけて、株価の大幅下落を誘発している。マテル・コレコなどの競合他社、コモドールなどのホビーパソコンメーカー、 小売りのトイザラスなどの関連銘柄も煽り送って、軒並み株価を下げた。一方、供給過剰の状態であった小売り店では、店頭に並べられなくなったゲームを販売元に返品しようとしたが、経営の苦しい販売元にはその対価として、小売り店に返金するキャッシュがなかった。1982年のクリスマス商戦が終わった直後に、後に、 スペランカーを制作するティム・マーティンが在籍したゲームズ・バイ・アポロ社やクエーカーオーツ参加として低品質ソフトウェアを乱発した US ゲームズ社を含む複数の中小メーカーが倒産。この1982年のクリスマスが当たりショックの発端とされている。ただし1982年度の市場規模は30億ドルを超えるなど市場は依然大きく。 この時点ではまだ市場崩壊と言える状態ではなかった。ともあれ年が明けた1983年には、全米の小売店の多くは不良在庫のゲームソフトを大量に抱えていた。倒産した弱小メーカーのソフトはメーカーに返品することができなかったため、小売店は在庫処分価格でこれらのソフトを販売した。 在庫処分ではない正規のソフトの価格もそれにつられて下げざるを得なくなり当たりも値下げに追随。業界は値下げラッシュに入った。それまで大体30ドルだったソフトの販売価格は一気に5ドルにまで下がり2ドルで販売されるゲームすら登場した。1983年に入っても市場は依然活発で発売タイトルも販売本数も かなり多かったが、1983年6月までには、正規価格のソフト市場は大幅に縮小しており、ユーザーは在庫処分価格のソフトを主に買い求めるようになっていた。ゲームが低価格化したことは当初はユーザーに歓迎されたようだが、やがて買ったソフトが、どれも低品質という現実に直面する。そして、低品質なこれらのソフトにうんざりしたユーザーの多くは、 高価だが、クオリティの高いソフトを見直すこともなく、ゲームそのものを止めてしまった。販売価格が下がった上に、ゲームの売り上げが一気に落ち、各ゲームメーカーの経営は一気に悪化したが、特に当たりを直撃した。当たりの経営は1983年の代に市販機には極端に悪化していた。赤字の止まらない当たりのコンシューマ部門は1984年に、 分割、売却された。買収したのは当たりを崩壊させた一員である、コモドールの創業者、ジャック・トラミエルである。さらに、影響は、当たり社以外のゲーム関連企業にも広く及び、当たり社のゲーム機に競合する、ゲーム機を製造していた、マグナボックス社及びコレコ社は、本業が、ゲームではないこともあり、市場崩壊に巻き込まれるのを恐れて、ゲーム事業から撤退した。 また、大手ゲームソフトメーカーであるイマジック社は、新規株式公開を断念せざるを得ず、この何年か、後には、倒産に追い込まれた。最大手のゲームソフトメーカーであったアクティビジョン社は、パソコンゲーム市場での成功などにより生き残ることに、成功したものの、VCS に参入していたほとんどの中、小ゲームソフトメーカーは倒産してしまった。ゲーム機の時代は終わったと考えた。 北米の小売業者もゲーム機の取り扱いをやめてしまった。そしてこの後、後術のアメリカ版ファミリーコンピュータ NES が発売されるまでアメリカの家庭用ゲーム機市場は最悪の氷河期を迎える。一方、当たりショックによって倒産したゲームメーカーの開発者がホビーパソコン用ゲーム市場に参入。 北米で NES がブームとなる1988年頃まで北米ホビーパソコン用ゲーム市場は流星を迎えることとなった。ニンテンドー NES が北米家庭用ゲーム市場を復興した。1985年の北米版ファミコンであるニンテンドーエンターテイメントシステムの発売にあたってはゲーム機に抵抗感を持つ小売業者の説得が最大の障壁となった。 日本におけるファミコンの販売台数は1984年の時点で44万台と人気はそれほどでもなく、日本でもこれからは MSX のようなホビーパソコンの時代が来るとの憶測が広がっており、ましてやホビーパソコンの販売競争がピークを迎えていた、さなかの北米の小売りからは全く相手にされなかった。 北米小利用手のトイザラスの担当者が、任天堂 VS システムを気に入ってくれていたため、NES の北米発売までこぎつけたものの、ゲームだけでなく、ベーシックが使えるなどの付加価値をアピールせざるを得なかった。コンソールではなく、エンターテイメントシステムと命名されたのもそれが理由であり、 小売業者の求めに応じて ROB までバンドルしてゲーム機ではないことを納得させたという。マテルやコレコのゲーム機にはサードパーティーを防止するプロテクトが施してあった。一方で当たり VCS はプロテクトが施されておらず、ハードメーカーの巨人化を得なくてもサードパーティーが合法的に低品質ゲームソフトをリリースできたり、また違法な海賊版がのばしになったことは、 業界の教訓となった。当たり VCS では、低品質ではあっても一応は合法的な、クソゲーの他にも、例えば、カスターズリベンジなどといった違法なゲームが販売され、全米でニュースとなったために当たりにまで大量の苦情が来て、これも VCS の評判を落とした一因となった。当たりショックの再来を防ぐため、NES では、ハードウェアプロテクトが厳しくなり、 カートリッジにロックアウトチップが搭載されるようになった、などと呼ばれる違法な機器が出回り、違法なエロゲーも出た。また、品質的にも厳しく管理されており、NES では、サードパーティー製ソフトに対して、Nintendo 社内で、ロットチェックと呼ばれる工程が行われ、Nintendo の制作ガイドラインに適合しない、ソフトウェアの販売はできなくなっている。NES のゲームのパッケージには、 正規版であることと、高品質であることを証明する、オリジナル任天堂シールオブクオリティと書かれたシールが貼られている。高品質なゲームを保証するためにサードパーティーが年間にリリースできるソフトの数を制限する、シールオブクオリティのシステムは、それでもクソゲーがリリースされたり、ダミー会社を作って作品をリリースする会社が現れるなどの回避例が一部にあったものの、 結果としては NES では低品質ソフトウェアによる市場崩壊は起こらなかった。一方、海賊版ゲームソフトは1980年代後半から1990年代にかけて東南アジアや南米で大きな問題となったが、日本やアメリカでは1980年代には著作権法が整備されていたこともあり、 プロテクトチップが搭載されていない日本版ファミコンや北米版あたり VCS でも懸念されたほどの被害はなく違法なエロゲーもすぐに販売が禁止されている1985年にはファミコンのキラーソフトとしてスーパーマリオブラザーズが発売され人気に火がついた当初は日本製ゲームが主だった NES も1987年頃より 北米サードパーティが続々と参入し、北米家庭用ゲーム市場は1988年に23億ドル、1989年に50億ドルにまで達し、ようやくアタリショックからの復興が成し遂げられた。ここまでが、今日言われている、アタリイコールビデオゲーム、クラッシュオブ1983の概要である。この名称は、ニクソンショックをもじったものである。ただし、 当たりショックの評価については、神話が含まれていることを、ファミコンの設計者である、上村正幸が指摘している。NES の獲得した市場は5年で、セガ・ジェネシスに奪われた。そのセガも5年でソニーに市場を奪われたファミコンにおいて、低品質ゲームソフトの反乱イコール、当たりの再来を防ぐためとの名目で、任天堂の取った強権的な、サードパーティー管理方式は、 成功したと考えられ、エセンや n や任天堂64など、その後に、任天堂が発売したすべてのゲーム機で、おおむね踏襲されている。しかし、エレクトロニックアーツや天元といった大手、サードパーティーとの確執を生み、1990年には、これらのメーカーの指示を受けたセガメガドライブが、NES やエン n s に代わって、北米市場シェアを握る結果となった。 その後もソニープレイステーションなどが北米市場を握ったためニンテンドーのゲーム機が再び北米市場でトップシェアを得るのは2006年の Wii を待たねばならない。アたりはゲーム機市場で VCS のような人気を得られないままアたりジャガーを最後に1996年にゲーム機市場から撤退した。NES の成功以降 北米のゲーム市場は長らく日本製ゲーム機が接見し北米のゲーム機市場で人気を得る北米発のゲーム機は2001年の Xbox を待たねばならない21世紀に入ると当たりショックの記憶は薄れ当たりショックはなかったビデオゲームの墓場は都市伝説だなどと考えるものも現れているそこで2014年4月 Xbox エンターテイメントスタジオの企画でビデオゲームの墓場が掘り返され ET などのカートリッジが実際に発掘された。これに絡めて当たり関係者にも改めて取材がなされ、ザック・ペン監督によって当たりゲームオーバーとして映画化され、11月に Xbox ライブで配信された。発掘された ET のうち1本は、 当たりショックの承認としてスミソニアン博物館群の国立アメリカ歴史博物館に収蔵されている。当たりショックと同時期に欧州で流行していた ZX スペクトラム。1990年代初めまで人気が続いた。欧州への当たりショックの影響はほとんどなかった。アたり VCS 市場の崩壊によって一時的に 北米ゲーム市場の覇者となったアタリやコモドールのホビーパソコンは北米では NES が普及する1980年代後半から1990年にかけて急激に人気を減らしていったが一方で北米ゲーム市場での成功を足がかりに欧州で人気を博し欧州でゲームパソコンとして1990年代中頃まで生きながら得ることができたのがある意味で 間接的な影響である。1983年当時、VCS はアメリカからの輸入ということもあって高価なため、当時のヨーロッパではあまり普及していなかった。一方、欧州では1982年にイギリスで、ホビーパソコンの ZX スペクトラムが発売され、北米で、当たりショックが起こった1983年の時点で、ゲーム用、 ホビーパソコンとしてヨーロッパ中で爆発的な人気を得ていた。欧州では NES の発売が1987年と遅く、しかもマーケティングが失敗したこともあり、1990年代、初めまでホビーパソコンの時代が続くこととなった。1990年代にはとっくに時代遅れとなったはずのあたり8ビットシリーズも、 ZX スペクトラムより高性能で16ビット機より安くてゲームが揃っていたので東欧ではまだまだ人気だった。当たりショックと同時期に日本で流行していたファミコン。日本への当たりショックの影響もほとんどなかった。当時の日本は VCS は愚かゲーム機自体が一般に広くは普及していなかった。当たりショック後に北米で ホビーパソコンのブームが起こった結果、その層の厚さから MSX を筆頭とする日本のパソコンメーカーによる北米ホビーパソコン市場への進出が阻まれたのがある。意味で間接的な影響である。北米で当たりショックが起こっていた1983年には、ちょうど日本では家庭用ゲーム機の発売ブームとなり、各社から多数の家庭用ゲーム機が発売されている。 最終的にファミコンが人気を独占するが、この時点では、スーパーカセットビジョンや、セガ SG-1000 なども、日本でそこそこ売れていた。北米では1984年から1985年に、かけて、家庭用ゲーム市場が急激に縮小しているが、日本では1985年に、ファミコンで、キラーソフトとなる、スーパーマリオブラザーズが発売され、 逆に家庭用ゲーム市場が爆発的に拡大している。しかし当時の任天堂内部では当たりショックの再来を非常に恐れていたことを当時の任天堂経理部長の今西博士氏が証言しており、1986年には確立されるファミコンの厳しいライセンス制度の背景となっている。北米では 当たり以外の各社がすでにゲーム機から撤退した1985年から1986年にかけて逆に任天堂とセガは北米に進出し中でも任天堂が当たりショック後の北米家庭用ゲーム機市場をほぼ独占した当たりショックを経験しなかった日本では欧米ほどホビーパソコンは普及しなかったがパソコン用ゲーム市場では ロールプレイングゲーム、シミュレーションゲーム、テキストアドベンチャーゲームのジャンルを中心に多数の作品が生まれ、それらのソフトがゲーム機に移植されることでゲーム機用ソフトの多様性が高まり、ゲーム機の価値が一層増すことになった。当たりショック後に発売されたアたり2600ジュニア。途上国などではこの頃より VCS の普及期に入る。 それ以外の地域への影響もほとんどなかった。当たりショック後、1985年には、北米の家庭用ゲーム機市場がそこを打ち、1986年より、NES の普及が始まるが、一方1986年には、当たり VCS の廉価版が発売され、アジアや南米では逆にこの頃より、当たり VCS の普及期に入る。 ABC 山田真嗣ゲーム形態の音楽特殊音楽制作と情報処理の有効関係システム制御情報56巻5号システム制御情報学会226から231ページ2012年 AB 広田哲也当たりショックと任天堂、Kindle 個人出版2020年ビデオゲームズゲイニーンジャパンアードゥフォーアサルトオン US ザビン・リケーター、120、1986。海外誌の記事なので元の日本語は不明だが、山内本人の言葉としてあたりコラプスト、ビコーズ r ゲーム r マッチフリーダム p サード、パーティーデベロッパーズザ・マーケット m p ズ・スワンプと、ウィズ・ラビッシュ・ゲームズとある。AB 社長が聞く、スーパーマリオ25周年ファミコン発売当時の関係者へのインタビュー。 当時の任天堂内部の当たりショックへの恐怖が語られている。当たりショックという言葉を初めて使ったのは、米、トイザラスの副社長さんです日経エレクトロニクス1990年9月3日号の記事の紹介、都市伝説の ET ゲーム30年ぶりに発掘。CNN2014 年5月11日閲覧。ウェブサイト、デジタルプレスを参照。 参考として、ビルボード1982年11月20日号、P26 のトップ15ビデオゲームズ。椛島英一郎、コンテンツ産業の段階発展理論から見る1972から83年の北米ビデオゲーム産業、いわゆる当たりショックをどう解釈するか、コンテンツ文化史、研究4号コンテンツ文化史学会。 24から42ページ、2010年。マット・バートン、ビル・ローガイディス、A History of Gaming Platforms、あたり2600ビデオコンピューターシステム、VCS。ガンマ・スートラ、2014年5月22日閲覧。藤田直樹、米国における、ビデオゲーム産業の形成と、急激な崩壊、現代ビデオゲーム産業の形成過程、へ、 五木論争第162巻後から6、京都大学平域学会、1998年11月、54から71ページ、姉道1200億90万4860。あたりパーツはダンプと、ニューヨークタイムズハットザ・フリーマン PC ミュージアム、PC タイムラインハット AB ファミコンの生みの親と、スーパーマリオのデザイナーが登場。ゲームウォッチ NES。 アイコンズシーズン4エピソード5010ビデオゲームの墓場から発掘された ET ありがとうございます